ゲーム内チケット先行実施中。ミュージカル刀剣乱舞2020年春新作公演、松井くんが出るやつ。さらにはね、浦島小鉄や無前豪も、いやー楽しみだ、見たい、行きたい。そのミュージカル刀剣乱舞のね、先行申し込みができると。優しいですね。1-4までクリアしたら OK と。つまりはあれですね、このチケット応募するためにこっからゲームを始めた人でも、始めただけじゃなくちょっと楽しんで、うん、まあ1-4までクリアしたら、何振りかはね、刀剣男子も集まって、もう入る人はすっかり沼に入ってる頃かなっていうことで1-4かな。うん、これがね、もっと後半のステージをクリアとかさ、そういう条件だったら大変になるだろうね。まあそれでもクリアしちゃうだろうね。しかしそれでクリアしたところで申し込みと。で、さらにはね、どっかで一回勝利もしなくちゃいけないと。そういえば、膝ひげの早期のブルーレイのやつが今日 PV 出てましたね、告知動画。あのバックステージ映像見たい。あれ見たい。獣とかさ、刀剣乱舞とかさ、あの二人だけで歌うとまた雰囲気違うね。うん。そして今日から始まりましたイベントはこちら。ででん。都に潜みし鬼退治。いやー、もうすっかり節分ですね。うん。節分って、2月3日でしたっけ？全くなんだろう、気にする年じゃないから、まあ、子供とはいえ、子供もそんなに気にしないかな？うん、2月3日ですね。うん。思い出した。うちで飼ってるデグーのポッポがね、その子をお迎えしたのがね、節分の前日なんですよ。だから2月2日でポッポがうちに来て、1周年。うん。お祝いしなきゃ。さて、刀剣乱舞の方に戻りますと、今回のイベントも、何回目ですかね。鬼を退治して福豆を集めよう。イベント任務達成で、慶州日常の庭、節分を獲得。うん、再登場。刀豆兵。あれもね、イベント終わっちゃうといなくなっちゃうからね。そしてその慶州が右上の方、豆まきってボタンをタップすると、刀剣男子に豆をぶつけて痛い痛いっていうね、そういうね、叫びを聞くことができると。専用の闘争のご紹介。刀豆兵。専用の便利道具。刀豆兵特徴が必ず10体作成できると。ただうち豆だいぶあるんだよね。暗え山頂も。どうだ。いいぞ。チュンチュン。その豆食いに行くぜ。やれやれ。豆まきではしゃぐようでは。はしゃぐようなら何なんだよ。はしゃいだっていいじゃないかよ。そういうお年頃なんだよ。もう前の時誰がいて誰がいなかったかがね。鬼は外。福はうち。わかんなくなっちゃうよね。年の数だけ食えばいいんだろう。数えちゃダメ。鬼は外。ごめん、食べちゃった？うん。芽が出たらいいなと思って、生のままなんだ。俺からニョキニョキニョキって出てきちゃう。誘惑の鞍馬に。なんだろう、変な種植え付けられた時のように。ああいう風に生えちゃうわけね。あんな豆まき豆まき、鬼は外。鬼は外、福は内。一番残酷な鬼は僕なのかもしれないな。なんで？あれかい？血が流れて、その傷口の部分に豆を押し込むってことか。それは残酷だ。いくらなんでもひどすぎます。鬼は外、福は内。うん、行事には意味があるということだね。舞台の方のさ、ね、天帝の役の人さ、鼻そっくりだよね。なんか声もさ、研究して似せてるらしいね、彼は。鬼は外。って、これ聞くのか？めっちゃ聞くよ。
サニワに聞くよ。ちくしょう、豆をつまみ食いしようとしたくらいで誰に怒られたのかなこういうボイスがねよく聞きますよ。鬼は外、素を出せよ。なんだか気恥ずかしいな。豆だぐらいのなんか今の豆だがあれみたい、上見だみたいな、豆だ。はい、豆まき。鬼は外、福は内。本当に豆って聞くんだね。豆以外にも聞いてるぞ。君は前回の豆の時いたっけ。服はうち。これで鬼の脅威はありません。本当に聞きそう、めっちゃ聞きそう説得力あるわ。前いたかもわからんけども、まいちゃえ。鬼は外、ミュノ服はうち。ヒューガ君も楽しみだよね。豆の使用量は計画書通りにと。ご利用は計画的にミュウの方がさ、担当が今つるしかいなかったから、ようやく二振り目の担当がね、楽しみ。鬼は外、豆投げるのってもったいない気分しない？大丈夫、サニワがね今パーって投げた時にね、バッて飛び込んでシャバババババババってね口で全部キャッチしたから。さあみんな行くよ。イベント戦もちょっと見てみるか。ココン、政府よりとある時代への。都へ潜入し鬼に扮した時間素行軍を討伐せよとの命令が下りました。しかし敵はすでに展開を終えており、都に身を潜めているようです。コサ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 。この都では投石兵、弓兵、銃兵による遠線攻撃が行えません。うん、がっつり銃兵装備してきちゃった。そのため今回の任務用に新たな逃走兵、逃豆兵を用意いたしました。遠征時に鬼に有効な豆を投擲します。しかし豆による遠征攻撃は鬼以外の敵に効果はありません。イベント期間中、逃走にて作成できますけども、イベントが終わると賞味期限が切れちゃってもう使えなくなっちゃいます。みんなで鬼をやっつけよう。そういうセリフ入るんだ。で、東ルート上かなが敵が強くて、西ルートはマスが多いけど敵は弱いんだっけかな。うん、ココン、都へ到着いたしました。これより討伐任務を開始いたします。調査ココンによると、現時点から都の北側に向けて抜け道があります。これを使用し内部へ侵入しましょう。鬼は正門のある都の南端近辺に集中しているようです。潜入後は南端を目指しましょう。都の中には通常の敵の他に鬼に扮した王たち、王たち、オーガーが出現します。鬼は通常より丈夫な専用の逃走を連れていますので、遭遇時には注意してください。そうだよな、なんかつけているってさ、つい逃走装備とか言っちゃうけども、正確には連れているなんだよねまた新たなマスへ進行した時に敵に出会わない場合もあります。なんか途中撤退周回ルートとかもあるよね。ここは任意の方へ進むことができます。西側の位置は敵が多くいますが、連動はさほどではないようですので、手間ですが容易に抜けられそうです。東側の道は敵が少ないようです。しかし強い気配を感じますので、慎重に進む必要があると思います。またココンと同様の分岐するマスでは、黄色に発光する任意のマスへ進行できます。とりあえず西ルートで進んでみますか。しっかり頼むよ。いい背景だ。商売上手切り、容赦はしません。行きますよ。それ調子に乗るなよ。そこだね。うん、下ルートだと余裕でしたね。相手が鬼でも懐に潜り込めば。しっかり頼むよ。鬼のお兄ちゃん、やっつけるぞ。確か報酬としても豆兵はあったはずなんで。うん、シナの投資路だ、道を開けろ。商売人アタック、それ
容赦はしません。やっつけるだけだったら楽ではあるけども。行きますよ。死んでよ。オール完全勝利でフィニッシュです。ココン、大太刀鬼の討伐を確認しました。お疲れです。マップ上にて取得した福豆は本丸での豆まきに使う豆まきを行う際に使用します。啓示節分に設定し豆まきを押すとバーってします。豆まきを行うには福豆が1回につき10個必要になります。節約して5個ぐらいにしないかパラパラパラ、もしくはあの塩のなんだっけ、名前忘れちゃったけど塩にきみたいにパラパラパラってちゃんと肘に当てつつ。ちなみに極めってボイス変わったっけ。まあいいや、調べてからまた確認しよう。あ、てかお弁当ボイスとか全然聞いてないな。ちょっとそろそろ賞味期限来ちゃうから適当な子に使いまくろ。言ってくれれば俺も手伝ったのに。こんな感じか。あと4つか。でもうん、使わなきゃボイス聞けないし。えい、驚いたな、こんな用意まであるとは。まず鶴でしょ。良いのですか。食べた分しっかり動かないと。小手切り号でしょ長丁場が始まりますね。脱いだ上で食べましょうかとか言ってくれないのああいいぜ、三名僧として活躍してやるよ。あ、お手ぎねごめん、お弁当君の分だけなかったまた起床本気メンバーにね食わせようとしたらごめん君の分チャタンが食べちゃったよでもこれあれでしょ、弁当も確かボイスあるんだっけ。まあもったいないから、うん、賞味期限のあるやつだけ食ってと。コンフェイトあるけどどうするこっちでも食わせてやろうか。何国、380国1個な。あとはツイッターを眺めるコーナーかな。手入れ資源ゼロキャンペーンありがたかったね。全裸レベリングとかやった人も結構いるんじゃないかな。うちもね、お手伝いの札恐ろしく余ってるからねもっと頑張ってレベリングしといてもよかったな。そして軽装、ともえちゃんの軽装。ただあれだね、普段とそんなに違わないというかパッと見がね。うん、このストールおしゃれだね。お、徳川ミュージアムでコラボグッズ、食台切りの湯飲みとかかな、これ違うかなあ、ここに書いてあったか。節分での豆まきボイスが新たに追加された刀剣男子、極めの石切り蛍トンボ切り日本語お手ぎねで白さんと、あとは大体見た感じですね。うん、まあ、極めもボイスが違うということで、そちらもぜひお楽しみください。というか今巻くか鬼は外、平和なひとときってやつだな。俺には巻くことしかできないからなで、確か泣き狐のあったあった計算をね、これ悲鳴上がってたよねいやーいいよね。うん、なんか狐とここら辺の模様を合わせてね、紋になるらしいね。うん、いやー楽しい。そういえばあの歌合わせのディレイ配信が29日の23時59分から確か30日の23時59分まで伸びたんだよね。そう、あのディレイ配信のだけかな、見てたらあの後半のあたりで映像の乱れがあって、おやと思ったんだけども、まあその映像不備があったから、うん、お詫びとしてって感じらしいね。うん、結局さいっぱい見ちゃってる。千秋楽の前の日に見たやつと千秋楽ライブで見て、その後なんだっけ、見逃し配信みたいなやつとかでも見てるし。うん、いやあれはねいいね、歌合わせ。なんか真剣乱舞祭とかのやつも、まああれも一応ストーリーってか、ね、
キャラ同士の絡みとかもあるし、うん、歌だけではないんだけども、なんか歌の今まであったミュージカルの闘牛の歌の総集編、あとは新たな編成での歌とか、そういう、まあなんだろう、歌メインでの感じかなって思ったんだけども、歌合わせは、まあ歌がメインなんだけども、話上、うん、それどころかストーリーとしてもね、ちゃんと作ってるし、演出もとんでもないし、あれはいいね。円盤出たらちょっと買っちゃおうかなって思っちゃうね。起承本義もね、あれも良かった。うん。おすすめです。まだ闘牛見たことない人、あれはおすすめだよ。多分ね、俺と同じ発想の人はいると思うんだ。その、見ては見たいんだけども、見れるんだったら見てみたいけど、チケットとか競争率激しいし、なかなか取れないから、そう簡単に見れないし、あ、じゃあいいかなーって、ね、放置しっぱなしって人はね、多いはず。それ俺だったから。ひょろっとね、誘われてね、起承本義 見に行ったら、いいぞーこれってなった。まあ、起承本義見る前に見ほとせをね、うん、見て、予習をして、その流れで見たから余計に面白かったってのもあるし、うん。なかなかね、闘牛を人に勧めるのって難しいんだよね。闘ラブを、もしくは、その歴史系、ね、ちょっと明るい人じゃないと、ミュージカルってね、いきなりなんかコスプレして歌いまくってるんだよって言われても、うん。それに歌だけ聞くとね、やっぱり動きながら踊りながらね、盾をしながらだから、声もブレるし、さらに、ね、もともと歌をやってたって人じゃない、ね、役者さんとかだし、どうしてもやっぱちょっとうまくなく聞こえる部分もあると思うのよ。ただそれはね、前も話したけども、ダンスしてる時の呼吸発声と歌う時の呼吸発声って別物だから、両立するのっていうのがね、土台難しいことなんですよ。うん。ただ世の中ね、それをね、両立しちゃうね、おかしい人がいるんですよね。イッサとか三浦大知とか、あのあたりはね、あれをね、基準値にしちゃいけません。あのあたりの人はね、あの人としてちょっとランクがね、高すぎるんですよ。ただ実際舞台のを見るとその曲とかも好きになれると思うな。だからね、音源だけを先に聞いてもうーんってなるだろうけども、まあ俺は今のところはあの映像ありき、見た目ありきであの曲を聞くと燃えるなっていう感じかな。うん。 CD とかね、そういう音源のやつもちらほら聞くけども、あ、この曲聞いたなとか、うん、この曲好きになったなとかってのはあるけども、そこ入りでいいなっていうのはね、まだそんなにないんだ。いい曲ではあるけども、そこまでピンとこないっていう部分があったから、うん。だから実際やっぱあの舞台を見てからがいいと思いますよ。見よ。あの映像化してね、その円盤化したり DMM 動画とかで見れたりもするんで、うん、興味のある人は見てみるといいと思う。うん。 HD のあれじゃなければ確か千何百円かでね、見れるし、というね、闘牛不況でした。っていう話をしてると、あの、舞台好き勢が、捨ても見てってね、どんどん俺にね、不況してくるからね。いや、見たいよ。見るよ。見ますよ。何から見たり？全部見ろって話なんだろうけど。じゃあ今回はこれぐらいにして、また次回。